新しい空を見上げて羽ばたいていく鳥のように、重ねる年の数は夢の証、七色の虹の上に今日を乗せながら、命さんさん燃えて未来へ、今は旬、いつまでも旬、願って旬、いつまでもいつまでも旬。3年ぶりに今日この日を迎えることができました。第20回文系祭りを開催いたします。本当に開催できて大変喜ばしいと思っております。3年分の思いを込めてですね、思い切りやっていただきたいと思います。言いましたけども、天気はこの2日間恵まれたものになるということですけども、世の中には結構今ウイルスだとか戦争だとか鬱陶しいことがすごくたくさんあるんですけれども、こういう事態にめげずに私たちも一人一人が自分らしく生きられる社会の実現を目指して、文系祭りからも活動の輪を広げていきたいと思っています。この会のスローガン、希望に向かって、まさにそれで頑張っていこうと思います。